人間原理という言葉をご存知ですか？ご存知でないな。先日めて言えば、宇宙があるべき姿をしているのは人間が観測することによって初めてそうであることを知ったからだという理論です。ちっともわからん。我観測せゆえに宇宙ありとでも言い換えましょうか。要するに、この世に人間なる知的生命体がいて、物理法則や定数を発見し、宇宙はこのようにしてなっていると観測できて初めて宇宙そのものの存在が知られたわけです。ならば、宇宙を観測する人類がもし地球でここまで進化することがなかったら、観測するものがない以上、宇宙はその存在を誰にも知られることがない。つまり、あってもなくても同じことになってしまう。人類がいるからこそ宇宙は存在を知られているという、人間本位な理屈のことです。そんなバカな話があるか。人類がいようがいまいが宇宙は宇宙だろ。その通りです。だから、人間原理とは試作的な理論に過ぎない。しかし、面白い事実がここから浮上します。なぜ宇宙はこうも人類の生存に適した形で創造されたのか。重力定数が、あるいは粒子の質量比がわずかでも違っていたなら、宇宙がこのような世界になることはなかったでしょう。何か科学かぶれした変な宗教のパンフレットにありそうな文句だな。何も僕は全知全能たる絶対神が人間の造物主であるなどと信仰しているわけではありません。ただし疑ってはいます。何を？僕たちは崖っぷちでつま先立ちしている道化師のごとき存在なのではないかとね。冗談です。お前の言ってることは何一つとして理解できん。人間原理を引き合いに出したのは物の例えですよ。鈴宮さんの話がまだです。だから、どうしてお前も長友朝比奈さんも春日がそんなに好きなんだ。魅力的な人だとは思えますが、それは置いときましょう。覚えていますか、世界は鈴宮さんによって作られたのかもしれないと僕が言ったこと。いまいましいことに記憶には残ってるようだな。彼女には願望を実現する能力がある。そんなことを大真面目に断言するな。鈴宮さんは宇宙人がいるに違いない、そうであってほしいと願った。だから長戸幸がいる。同様に未来人もいてほしいと思った。だから朝比奈未来がここにいる。そして僕も彼女に願われたからという、ただそれだけの理由でここにいるんですよ。だからなんでわかるんだよ。3年前のことです。3年前のことはもういい、聞き飽きた。ある日突然、僕は自分にある能力とどう使うべきかをなぜか知っていた。僕と同じ力を持つ人間が僕と同様に力に目覚めたこともね。ついでに、それが鈴宮春日によってもたらされたこともなぜか説明できません。分かってしまうんだから仕方がないとしか。1億万歩譲ったとして春日にそんなことができるとは思えん。我々だって信じられなかった。一人の少女によって世界が変化、いや、ひょっとしたら想像されたのかもしれないなんてこともね。しかもその少女はこの世界を自分にとって面白くないものだと思い込んでいる。これはちょっとした恐怖ですよ。なぜだ。言ったでしょ、世界を自由に想像できるなら今までの世界をなかったことにして望む世界を一から作り直せばいい。そうなると文字通り世界の終わりが訪れます。もっとも僕たちがそれを知る術はないでしょうが、むしろ我々が唯一無二だと思っているこの世界も実は何度も作り直された結果なのかもしれません。だったら春日に自分の正体を明かしたらいい。超能力者が実在すると知ったら喜ぶぞ。あいつ世界をどうにかしようとは思わないかもしれん。それはそれで困るんですよ。鈴宮さんが超能力なんて日常に存在するのが当たり前だと思ったなら、世界は本当にそのようになります。物理法則が全てねじ曲がってしまいます。宇宙全体がめちゃめちゃになります。春日が望んでお前たちがいるなら、なぜ春日自身はそれに気づいていないんだ。おかしいだろ。宇宙人や未来人や超能力者が存在してほしいという願望と、そんなものがいるはずがないという常識論が鈴宮さんの中ではせめぎ合っているのですよ。彼女の言動は確かにエキセントリックです。しかしその実、鈴宮さんはまともな思考形態を持つ一般的な人種なんですよ。